皆様大変お待たせいたしました。ただいまより第3回サンクスウィメンズゴルフツアー表彰式を開始いたします。はじめに大会主催者和田博明よりご挨拶を申し上げます。皆様お疲れ様でした。皆さん見てたと思うんですけども、ずっと一日バタバタしてて、今日何を喋るかなんか全然頭に入ってないんですけれども、まずは楽しかったでしょうか。選手の皆さん、よかったです。こういった世界の情勢があって、なかなかスポーツをのイベントをですね、やることができない、現状なんですけれども、そんな中でも日々、頑張って練習している選手たち、そしてその支えている皆様が一緒に楽しい空間を作れたら、なんとか作れたらいいな、どう作ったらいいかなということをこう悩んで生まれた大会が第1回大会で、ここから第3回大会、こうやってより大きくなって終了できたこと、まずは皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。そしてこのまず大会ができるのも、この裾野カンツリークラブ、この場所がないとなかったら、おそらくできていなかったと思います。本当に3回大会までですね、ありがとうございます。また、これからまたね、この大会ついて、続けていきたいと思っておりますけれども、またその際にはご協力、よろしくお願いします。園さん、ありがとうございました。まずこの大会の特徴としては、冠スポンサー企業の力に頼らず、皆様の力で、選手への、賞金を生み出そうというところがベースではあったにもかかわらず、本当に多くの、企業サポーターさんが、協力してくれました。本当は一社一社、感謝を申し上げたい気持ちもあるんですけれども、ちょっと雨もパラパラ降ってきたので伝えさせていただきます。まずは心よりご礼申し上げます。ありがとうございます。またね、この大会が続いていくためには、とても、ね、特徴的な大会で、選手と皆様の間には、ロープがない、というところを大事にしております。これも皆様の、モラルに本当に委ねた、形での開催ですので、この大会を続けていくためにも、今回のような今までの第1回、2回、3回のような、モラルのある、応援の仕方、新しいスポーツ観戦の仕方というものをですね、世の中に知らしめていけたらいいなと思ってますので、今後とも努力よろしくお願いします。はい、それでは以上をもちまして、私の挨拶を返させていただきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは各賞の発表です。まずはホールインワン賞です。ホールインワン賞は50万円の賞金になります。残念ながら今回は該当者がいらっしゃいませんでした。ご協賛をいただきました、京都の村田茶園、村田康史様、ご紹介だけさせていただきたいと思います。村田様、簡単にご紹介させていただきます。この高額な50万円という、ホールインワン賞を突然インスタの DM で何か力になれないかということでふらっとコメントをいただいて、でお電話をしたんですけれども、もう自由に使っていい、選手のためになればということで、お出しいただきました。残念ながら該当者はいなかったんですけれども、その分また第4回第5回に、使ってくれと言っていただいてますので、その時にまたね、いずれ誰か獲得できるように、頑張りましょう。私もオールインワンが出やすいような品位置を一生懸命考えたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして、最多バーディー賞のご紹介です。最多バーディー賞10万円は、株式会社日本 HP 様からのご協賛をいただきました。最多バーディー賞は、4個のバーディーを奪取された、2名いらっしゃいます。山田佐穂さん。8名は、荒川由美さん。贈呈なんです
り、専務執行役員の平松伸也様、急用で、お帰りになってしまいましたので代わりに和田から贈呈させていただきます。ありがとうございました。続きまして6番ホールイーグル賞の発表です。イーグル賞10万円も株式会社日本 HP 様からのご協賛です。達成者は、富田恵里選手です。続きましてベストパーティー賞の発表です。ベストパーティー賞はその組のトータルスコアが最小の組に贈られます。今回は、第5組目と6組目2組、トータル227ストローク平均が 75.6 ストロークで、第5組目上野日向さん、高山香里さん、正田夢乃さん、第6組目石川真由加さん、川村くるみさん、荒川ゆなさん、前の方にお願いします。ご協賛は、大会公式ホテルであられますホテルクーネルイン様より、ペア宿泊券と賞金6万円、また、裾野カンツリークラブ様より無料プレー券が贈られます。贈呈はホテルクーネルイン会長吉川裕二様、お願いいたします。ありがとうございました。続きまして、株式会社ヤオキン様、本日無料でうまい棒等のお菓子を無料配布していただいたんですけれども株式会社ヤオキン様の創業42周年を記念して第42位への選手のヤオキン賞が贈られますが、今回は、39位タイが4名いらっしゃいましたのでそちらの4名に贈呈されることになります。C 三森さん、柳井佐奈さん、荒木美優さん、中山彩香さん、前の方にお願いいたします。贈呈は株式会社ヤオキン代表取締役角谷正彦様、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは第3位の発表です。トータル74ストローク山田沙穂選手です。続きまして第2位、トータル73ストローク高山香里さん。
そして第3回サンクスウィメンズゴルフツアーの優勝はトータルスコア70、荒川優奈選手です。おめでとうございます。優勝されました荒川さんには100万円が贈呈されます。ありがとうございました。今回は100万円現金のお渡しは、なしということですみません。明日以降復帰させていただきます。また優勝副賞を3つ ご協賛いただいております。1つ目は、先ほどご紹介させていただきましたホテルクーネルイン様よりお米1票が贈られます。贈呈は、クーネルイン会長吉川裕二様お願いいたします。2つ目の優勝副賞は株式会社ヤオキン様より信じられないくらいたくさんの駄菓子贈呈は株式会社ヤオキン代表取締役角谷雅彦様お願いいたします。3つ目の優勝副賞は、株式会社湘南貿易様から、ノンアルコール商品の詰め合わせセット1ヶ月分36本が、贈られます。贈呈は株式会社湘南貿易代表取締役橋本則夫様よろしくお願いいたします。ありがとうございました。そして続きまして、同じく、株式会社湘南貿易様から、優勝された、荒川さんのようにシャンパンファイトをするためのシャンパンをご用意いただいております。ノンアルコールワインデュック・ド・モンターニュをご提供いただきました。はい、準備をお願いします。そう、F1 でよくシャンパンを頭からぶっかけるというような。振って、はい、社長、すごい振った方がいいんですよね、社長。はい、これ圧が出てきます。これちょっと回してください。ではお願いします。でこれでこうやると、優しいマネージャーがタオルをご用意しておりますでは、優勝されました荒川優奈選手、スピーチの方をお願いいたします。皆様、
様でした。まずはじめに TWGT の関係者の皆様、そのカンツリークラブの皆様、ギャラリーサポーターの皆様、本当にありがとうございました。本当にコースのコンディションが素晴らしすぎて本当に難しかったです。でも皆様の応援とか応援で私も最後まで耐えて頑張れました。この大会に、もう3回目なんですけど、いつも出るたびに、皆様の前でプレーできることがこんなにも幸せなんだなっていつも思います。これからはもっともっと大きい舞台に出て活躍してる姿を見せられるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度荒川由美選手に大きな拍手をお願いいたします。第3回サンクスウィメンズゴルフツアーを終了とさせていただきます。本日はプレイヤーの熱い戦い、そしてサポーターの皆様の温かいご声援で大会を盛り上げていただきまして誠にありがとうございました。それでは、選手の皆さんの写真撮影を、いたしますので、皆様、前の方にお進みください。選手の後ろに配置されないでください。サポーターの皆様、選手の皆様、写真撮影いたしますので、マスクなしバージョンをちょっと数枚ご協力いただいてよろしいでしょうか。すみません。ありがとうございました。